ヒメルのモネーズラウンジ。お疲れちゃん。お疲れちゃんです。モナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下での監督の茜澤ゆめるです。あなたの心をわしづかみ、役者のわしみりょうです。はい、はい、さて、はい、あの敬老の日が明日、明日ですよ、ですけれども、はい、この後は、はい、実は私たちの観光大使やってますよね、はいはいはい、の同じ観光大使つながりであって、はい、大物のもう誰もが知っている、はい、あの方が、はい、大沢健さんなんですが、おあの僕も存じてます。ご来店いただけます、はい、ではその前にこの曲をちょっとお届けしたいと思います。はい、コメコメクラブさんのシェイクヒップ。レボリューションノートにいらっしゃいませ。どうも、はじめまして、こんばんは、大沢健です。 ありがとうございます、はい、本当に初のご来店ということで、はい、ありがとうございます。お招きいただいて光栄です。今夜のお客様は俳優の大沢健さんです。はい、大沢さんは、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大沢さんはあの幼い頃からモデルを務められていて、はい、そしてこれまでに NHK の大河ドラマとかですね、連続ドラマをはじめテレビ、映画、舞台で活躍されていますね。本当に今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。本当にあのあれですよね、なんか初めてなんですが、はい、あのちょっとしたご縁がありましてみたいな、共通点というかね、はいはいはい、あのありましてということで ね、あの実は私とあの大沢さんはあの愛媛県の東温市の東温市つながり的なあの、はい、観光大使という共通点が、はい、ありまして、はい、そうなんですよ ね、僕も観光大使っていうのはこの東温市、はい、初めてなんですよね。で、あのまああのまあ、なんで東温市かっていうと、その坊ちゃん劇場というのがありまして、はい、そこで、まあ、トータルで半年ほどですかね、滞在して、はい、あのミュージカルをやっていたんで、うんうん、まあ、そのご縁で、はい、あの観光大使に任命させてくださったという運び で、はい、ですよね。あの私はあの東温市で誕生したあの平和のシンボル陽光桜という桜がありまして、はい、でそれをテーマにあの音楽プロジェクトとかいろいろ先日映画もあの制作したんですけれども、はい、そういうのを展開しているということで、あの観光大使ということだったんですけど、あの、はい、で実際に坊ちゃん劇場に、出演されてた時はあの住み込みというか、はい、あのそうですね、はい、もうマンションにずっと、はい、まあだからトータルで半年間暮らしてたんですけど、まあ最初はまあ、僕は坊ちゃん劇場は松山市内にあるのかななんて思ってたんですけども、はい、あの空港から ね、どんどん遠ざかっていくんで、市内からあれどこに行くのかなと思ったら、なんか、ね、はい、だんだん山が見えてきて、ちょっとなんかどこあって山に囲まれて、そう囲まれた、でもすごいいいところなんですけど、ね、それで、まあ劇場に着いたら周りがあんまり何もないので、本当にお客さんが来るのかなと一瞬心配にはなりましたけど、はい、そうなんです。ただ温泉もあるし、はい、本当に環境は素晴らしいですよね、はい、素晴らしいですよね、でもなんか結構観光でいらっしゃる方がね、そうなんですよね、みんなあの団体で、はい、あの学校単位で、はい、来てくださったんで、うん、あの結構お客さんはいっぱいだったんですけど、うん、ただ意外にゴールデンウィークっていうのは学校も休みなので、はいはい、一番切符の売れ行きが芳しくないっていう、あの結構苦戦した時期だったんですよ。でところがあの、はい、まあ、じゃあどうしようかって出演者で、うん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 、の中で対策を、うん、まあ、練ってですね、はい、それであのじゃ あのあそこにショッピングモールがあ、はい、ありますよね、でそこにじゃ あの出演者が紛争して、はい、芝居の紛争して珍丼屋みたいな感じでみんなこう練り歩こうって言って、ビラを持って、はい、配ったんですよね、はい、そしたらあの、まあ、東京ではね、あんまりありえないことですけど、はい、当日券が90枚売れたという、すごい、はい、でもそういうあの活動というか、そういう集客のためにそういうなんか、そうですね、まあ、あんまり東京とかお金はまずやらないんですけど、はい、でもなんて言うんでしょうね、そうやって声をかけたりあのビラ配ったりすると、はい、あこういうことやってんのねとか、意外にあの近所の方がよく知らなくて、知らなかったりなんかして行ってみようって、はい、見て、それでだから律儀に本当に足を運んでくださって、これで結構90枚も売れた、すごいですよね、はい、もうびっくりしました、すごい素晴らしいですね、
もうね、とにかくね、あちらの方はね、みんな律儀で、はい、社交辞令がなくて、はい、見に行きますって言ったら本当に見に来てくれて、お蕎麦屋さんでたまたま隣になった方がね、はい、話しかけてきて、で今はあそこでああいうのやってんだよとか言うと、うんうんうん、後日本当に見に来てくれたりとか、病院の待合室の隣にたまたまいた人が、うんうん、見に来てくれたりとか、みんなこう、はい、すごくコミュニティが本当にみんな ね一気に、はい、ですよね、はい、すごくのどかでいいところで、それで東温市の他にも、はい、八幡浜市の方でも、はい、そうなんですよ、八幡浜でも同じ愛媛県で、はい、はい、そうですね、あちらは南予の方ですけども、なんでそっちのご縁はと言いますと、僕は日本舞踊をやってまして、はいはい、でその八幡浜に日本舞踊の坂東流の方がいらっしゃいまして、はい、うんうん、僕は花柳流なんですけども、はい、ある僕の鼓の習ってるんですけど、うんうん、ポンポンポンの鼓の、はい、師匠のつながりで、僕が長く愛媛に行くので、うんうん、もしよかったらその僕の芝居を見に行ってあげてくれないって、その鼓の師匠がその方に言ってくださったんですね、うん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 、そしたらその方がまた八幡浜から見に来てくださって、でいろいろおもてなしをしたいんだけれども、うんうん、東温市の方は私はちょっとわからないから、もし休みの時にぜひ八幡浜に遊びに来てくださいませんかっていうんで、休園日に行ったんです、はい、そしたらもうなんか20人ぐらい、人が集まってて、うん、大沢健さんを囲む会って書いてあって、すごい講演会的な、それからなんかいろいろこうご縁が広がって、はい、で次回行った時は今度それが40人になってたりとか、すごい心強いですね、増えていって、本当に八幡浜の方が僕のことを応援してくださって、うんうん、その後も、東京とか、大阪で、うんうん、別の舞台があった時も見に来てくれたりとか、本当に今もみかんの時期になるとみかんを送ってくださったりとか、じゃこ天を送ってくれたりとか、本当によくしていただいてます。優しい、すごく、はい、うん、はい、いいですね、八幡浜の方 ね、 そうですね、すごく心強いですしね、はい、もう人情があって、はい、いいですよね。そういう愛媛県にご縁があるということなんですけれども、はい、ここで大沢さんのプロフィールを紹介させていただけたらなと思います、はい、大沢さんは幼い頃から子役としてテレビ映画で活躍されていましたが、14歳の時に映画僕らの7日間戦争、はい、こちら1988年に、はい、はい、中尾和人でしたかね、はい、という役で七さんのデビューギャルカリベンの役で、はい、ですよね、はい、で、はい、で今このモナイズラウンジでも主題歌のこの TM ネットワークの、はい、セブンディスウォーが流れていますけれども、はい、すごく真面目な役を重要な役をやられてたということで、はい、主演の宮沢りえさん、はい、でしたけれども、宮沢りえさんとはその後もテレビドラマの、はい、いつも誰かに恋してるや、いつか誰かと朝帰りというので共演が、はい、続いたんですけれどもね、はい、そうですね、本当に、縁があって、頃はだから大体中学から高校にかけてはりえちゃんと一緒に、はい、仕事させていただくことがすごく多くて、なんていうんでしょうね、りえちゃんは本当になんか太陽のような存在というか、本当に明るいし、はい、なんて言うんでしょうね、こうなんかもう僕らは本当憧れでしたね。なんか年はね一個違いで、一個お姉さんなんですけど、れいちゃんが、だけどもなんかね本当にいつもああいう風になりたいなっていうか、彼女が現場にいると本当空気が変わるというか、はい、私も間近でまだりえさんのお母様が健在されてた時にちょっといろいろなことがありまして、はい、仕事関係で、はい、お近くでお会いしたことあるんですけれども、あ、そうですか、あ、すごいオーラがかなり、ああそうです、眩しくて、はい、いや本当にもうなんでしょうね、あの頃が太陽だとすると、うん、今はなんていうんでしょうね、月のようなまたこう別な光を放ってるというか、うん、はい、そのもう随分、今からでももう結構前になっちゃうんですけど、はい、かなり成人してから今度舞台で、野田秀樹さんの舞台で一緒になったことがあったんですけど、その時はまたりえちゃんのあの時の、その輝きもあるんですけれども、また別なね光を放っていて、それはそれですごく
まだすごいなと思いました、うん、すごい素晴らしい女優さんになられてっていうことですよね。はい、そうですね、はい、本当懐かしいなって、この主題歌だったんですかね、この今流れてる曲が、ね、そうですね、懐かしいです、懐かしいですよね、はい、じゃあここでちょっとブレイクタイムということなんですが、先ほどお話に触れさせていただきました、愛媛県東温市で、はい、誕生した平和のシンボル陽光桜をテーマに、実は私ゆめるが作った曲があるんですけれども、はい、もしよかったら同じ観光大使つながりということで、はい、聞いていただけたらなと思うんですが、はい、さんに、はい、じゃあステイ桜の花のようにという曲ですね、こちらぜひ聴いてください。見上げればそこには満開の桜が咲いてた、まるで遠く旅立ったあなたが話しかけるように、忘れない今でも時の優しさだけは、記念写真を撮ったあの日に交わした約束を、もう会うこともない悲
先ほどお聞きいただいたのは私茜澤ゆめるのステイ桜の花のようにでした。この作品は第二次世界大戦時に愛媛県で高校教師をされていた高岡正明さんが出征し戦死した教え子たちへの供養にと、反省をかけて開発した桜、平和のシンボル陽光桜がテーマになった作品でした。今夜のモナリザランジには俳優の大沢健さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。どうも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。陽光桜今度向こうに行った時は、そうですね、ぜひ見たいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、あの見ていただけたらと思いますね、はい、あの陽光桜ね、はいはい、あの先ほどはあの大沢健さんには80年代の後半から90年代にかけて、大沢さんがよく共演されていたあの宮沢りえさんのとのエピソードとかねお伺いしましたけれども、はい、大沢さんはその後あの舞台の方でも活躍の場を広げられてますよね、はい、そうですね、はい、僕はあの何でしょうね、あの舞台の方がその当時は特に好きだったんですね、はい、であのまあテレビとか映画との違いはやはり1ヶ月稽古をやって、はい、うんうん、それでまあ入念に稽古をした上で、本番も、はい、例えば長ければ1ヶ月、はい、まあ、公演するというスタイルがすごく好きで、うん、なんていうんでしょうね、まあ、割に持久力があったというか、うん、逆に言えば瞬発力がないというか、うん、今思えば、映画とかテレビっていうのはその一瞬にかけた、はい、やっぱその瞬発力が要求される、はい、その時生まれたその一瞬の、まあはい、なんていうんでしょうね、その素晴らしさっていうか、うん、そこを要求されてる、まあ大変さというか、はい、それに向けていく、まあ、役者の大変さっていうのも、うん、まあ、今はそれも魅力だななんて思うんですけど、その当時はどうしても僕は瞬発力ないから舞台の方がいいってずっと思ってたんで、はい、舞台ばっかりになってしまいましたけど、はい、そうなんですね、はい、同性愛を描いたアナザーカントリー、はい、こちらは1994年ですね、はい、そしてシェイクスピアのハムレット、こちらは1998年と、はい、本格派という感じが、はい、どうですね、本格、まあでも本当、まあ、光栄なことにいろんな役をやらせていただいたというか、うん、で僕も終わりにその当時は結構貪欲というか何でもやってみたいって思ってたんで、で、まあ、来るもの拒まずというか、とにかく何でもやるようにしてました。だから同性愛の役もやったし、それこそシェイクスピアも、あとはもう本当小さい、100人ぐらいしか入らないところの劇場でとか、そういうのもやりましたね、はい、なんか本当にそれまでのこうね、テレビドラマとかで拝見する健さんのポップな感じのイメージから本当に本格的な舞台俳優という、でも大体なんか3枚目の役の方が多いですね、舞台では。あ、そうなんですね、はい、うんうん、自分もその方がやりやすいような気がします。うん、なんか本当に舞台ならではのいろいろ苦労とかも、はい、そうですね、やっぱり体調管理ですかね。どうしてもこの時調子悪いとかって言っても、うんうん、見に来るお客さんはその日しか見てないので、やっぱりそれ言い訳が聞かないので、うんうん、まあ、とにかくその体調管理っていうのが一番、大変ですね、気にかけてるとこですね、はい、なんかこうセリフを覚えるのも大変、はい、そうですね。でも僕はどっちかっていうとその、まあ、先ほど言ったように瞬発力よりも持久力派なので、はい、どっちかっていうと長い時間かけてじわじわと頭でこう覚えていくというよりも体でセリフを覚えていくという感じで、そのためにはどうしてもなんか期間が必要なんですね、うん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 、なので瞬発力がある方っていうのは稽古の段階で、まあ、飽きちゃうっていうんじゃないでしょうかね、早くこう
なんか仕上がっちゃうんだと思うんですよね。でも僕はどうしてもそれぐらいの期間が必要という感じですね。少しずつ仕上がっていく、はい、という、そうですね、はい、うん、そうなんですね、はい、本当にあのいろいろと舞台もね、あの今後もいろいろ出演されるんだろうなと思うんですけれども、はいはいはい、ぜひ私も足を運びたいなと、ぜひいらしてください、思っています。はい、あの近々の舞台の出演とかのテレビの出演とか、そうですね、はい、今はとにかくですね、あの僕その先ほどもちらっと言いましたけど日本舞踊をやってまして、はい、その公演が、東京の半蔵門の国立劇場で10月の8日にあるんですね、はい、で今はその回に向けて、稽古してます、はい、じゃあ10月8日ですね。はい、そうです、はい、近々ではすごい楽しみです、はいはい、もし、はい、あの機会ぜひいらしてください。はい、ぜひぜひ、はい、あのお伺いできたらなと思ってます。すごい楽しみにしてます、はい、あのそうですね、ちょっとまだまだお伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと残念なことに時間が来てしまって、いろいろね、あのNHK の連ドラとかにも出演されていたお話とかもちょっとお伺いしたいなと思ってたんですけれども、はい、そうですね、あのとかあのね、あの痛快テレビスカートジャパンとかにもあの出演されてる、そうですね、先日出演されてたお話とかも、はいはいはい、お伺いしたかったんですけれども、はい、ちょっと時間になってしまって、もしよかったら、はい、次週もいらしていただけたら嬉しいですけど、ぜひもうまたあの 話します。いいですか。はい、嬉しいです、はい、光栄です。ありがとうございます。じゃあぜひ次週もお待ちしてますので、はい、同じ座談にして、はい、わかりました、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまたお待ちしてますということで、はい、あのここでお別れしたいと思いますけれども、はい、今夜のゲストは俳優の大沢健さんでした。次週も引き続きよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ゆめるのモナリザラウンジ、いらっしゃいませ。クイズ、あの頃のメロディー。このコーナーではモナリザラウンジのオーナーことシンガーソングライターの私、茜澤ゆめるが1960年代から1990年代までのあの頃の懐かしいヒットソングの中からクイズを出題します。モナリザラウンジの従業員が、常連客が、そしてリスナーのあなたとともに、どこかで聞いたことあるかもしれないあの頃の懐かしいヒットソングのメロディーを聞いてクイズに挑戦します。今週は1986年のシングルヒットチャートから出題します。挑戦者は、あなたの心をわしづかみ、役者の鷲見亮と、戦国武将の末裔、役者の免城ひろみです。イエーイ、イエーイ、もう固まりましたねこのメンバー ね、ありがたい、ね、じゃあ、はい、あれですね、実力派、実力は何ですか、と女優ということで、何の実力ですか。このコーナーで何の実力を発揮すればいいですかね。今週は一問一発勝負あったということで、1986年です。はい、はい、じゃあ負けた人に、敗者には罰ゲームが待ってます。無茶ぶりものまでです。はい、じゃあ早速いきたいと思います。一問一発勝負。第一問、はい、この一発勝負です。この曲のタイトルは何でしょう。わかりましたでしょうか。聞いたことはあるんですよ。これあの某アニメのあれですよね。そうですね、某ハイスクールですよね。いや、ちょっとハイスクール鬼面組の、はいはいはい、めちゃくちゃ見てました、ですよね、うん、はいはい、じゃあこれはタイトルということで、はい、じゃあもう行ってみたいと思います、はい、せーのでいく。せーので、じゃあせーので、せーのでね、はい、答えを同時に、わしみさん、免城さん、答えを同時にどうぞ。せーの、渚のカニカッコ。ハイスクールなん、ちょっとあの鷲見さんだけお願いします。はい、どうぞ。ハイスクール鬼面な。違います。でしょうね。はい、免城さんどうぞ。渚の鍵括弧。正解。あ、よかった。渚の鍵括弧でした。後ろ指刺され組、ハイスクール鬼面組のオープニングテーマでしたね。はい、これ86年のめっちゃ歌ってたじゃん、うん、渚の優しい感じで、おにゃんこクラブの中のユニットでした、はい、うん、ですね、秋元康さんが作詞でした、ね、素晴らしいですね、はい、あれ敗者は鷲見さんということですね、はいはい、もう負けてます、はい、僕は。じゃあちょっとあの罰ゲームはやっていただくんですけど、はい、サクッとね、まあ、今敬老の日が明日なんで、
あのもう開けて今日なんで、じゃあ僕おじいちゃんとおばあ誕生日だ、何かといえば誕生日でした、今日18日、おめでとうございます、ありがとうございます。じゃあ、はい、毛色の日のパロディでお願いします。サクッといけるんですよ、はいはい、秋といえばねというお題で、じゃあおじいちゃん、はい、おじいちゃんとあれおばあちゃんがいないけど、もしよかったら私、あ、夢さんやらないですね私、はい、夢のばあちゃんにはならない、じゃあお願いします、じゃあ3219、あーもう夏も終わって涼しくなってちょっと肌寒いよおばあちゃん、うん、そうだねおじいちゃん、じゃあ秋といえばなんだい、ああ秋といえば秋竹城じゃ、それを言っちゃおしめよ、オッケー、オッケー、力技だけど、面白い、面白い、面白かったのかな、よかったです、秋竹城、よかった、よかった、はい、落ちた決まりましたということで、ね、ありがとうございます、じゃあ、はい、免除ひろみさんで、はいはい、検索をしていただく感じで、はい、そうですね、お願いします、はい、Facebook などありますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いします、以上クイズあの頃のメロディーのコーナーでした。ゆめるのモナリザラウンジ、いらっしゃいませ、平和のシンボル陽光桜に秘められた悲しい物語、戦後の苦しい時代を一生懸命生き抜いてきた一人の少女が名付けた夢桜、私ゆめるの実母の半生をたどった夢桜、あなたの希望になる。ひらりと舞い落ちた桜の花の下で、何もわからずにがむしゃらにただ歩いてきたこの道、
ナイズラウンジもそろそろ閉店の時間となりました。あと20分ほどで閉店の時間となりました。今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただいてありがとうございます。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法は、メール、そして、モナイズラウンジのブログの方もありますので、モナイズラウンジゆめるなどで検索していただければと思います。メールの方はメールアドレスは光アットマークミュージックバード .co.jp 光アットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしております。はい、メッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム浜ちゃんからいただきました。すっかり秋ですね。ですね。はい、松茸、サンマ、栗、梨、秋の味覚で皆さんが好きな食べ物は何ですか？ゆめるさんは松茸かな。わしみさんは季節に関係なくラーメンばかり食べてそうですね。はい、そうですね。すごいですね。よくご存知ですね。どうですか？じゃあ麺上さんは。もう今出たの全部好きです。これ、はい、秋の味覚といえばこれみたいな。これ、一番好きなものは。一番好きなのは難しいな。じゃあ後で聞きます。はい。わしみさんどうぞ。秋の味覚、松茸ラーメンですかね。松茸ラーメン食べたことあるんですか。ないです。ないですね。ちょっとあんま合わなそうですよね、ラーメンじゃなくて。松茸はやっぱ焼いて、すだちで食べたいじゃないですか。僕、土瓶蒸し好きですよ。あ、土瓶蒸しとかもいいですし、やっぱそういう松茸食べたいですね。食べたいですね。やっぱあのあれですよね、連れてっていただけないとなかなか自腹で食べるっていうのも、いや食べれるんですけど、自腹で食べようと思えばいくらでも、はい、でもちょっとやっぱり、もう単純にあのご馳走してくださいってことですね。おねだり上手。はい、そうですね、はい、あの秋の味覚といえば何ですか、麺上さん。サンマ。あ、サンマね、いいですよね。やっぱこの時期にしかね、美味しいサンマないですもんね。そうですね、はい、そうですね、あの、はい、サンマが送られてくる あるスナックがあるんですけど、新宿歌舞伎町に琥珀っていう、あ、素晴らしいですね。俳優の渡辺謙さん の,、うん、あの ご親戚の方がやられてるお店で、ちょっとあの渡辺謙さんのファンの方がそのお店のお客さんでいて、うん、サインが欲しいって言って、 うん、そこのママが、サインをもらってきたら、その恩義に感じて北海道から毎年サンマが大量に送られてくるから、この時期に食べに行けば リーズナブルに食べれるみたいな。やった、うん、いい、じゃあみんなで食べに行きましょう。行きましょう、ぜひぜひ。お願いします。ご馳走します。ご馳走いただきます。告知関係、わしみりょうさん。はい、わしみりょうから告知をさせていただきます。マセショウタと一緒にやっています、バラエティ番組まるまる中、こちら YouTube で、配信してますので、ぜひご覧いただけたら幸いです。あと DVD になっています、こちら僕主演のストーキングラブ、こちらツタヤゲオでレンタルしておりますので、ぜひ借りていただけたら幸いです。チェックをよろしくお願いいたします。はい、はい、そして麺上さん。はい、私もなんかちょこちょこいろいろやっておりますので、あの麺上ひろみで検索していただけたら各 SNS 出てまいります。ぜひ情報チェックしていただけたら幸いです。岡山から聞いていただいてありがとうございます。はい、そうなんです。ではね、ぜひあの検索してください。麺上ひろみさんです。はい、そして私あかね座ゆめるからのお知らせです。ライブ情報なんですが、次回は10月28日土曜日昼3時からですね、新宿にあります琥珀にて、FM 番組このゆめるのモナイズラウンジのイベント編を開催したいと思います。はい、アットホームな感じで、ちょっとドリンクとかお食事とかもついて楽しめるというイベントになっております。はい、ぜひ遊びにいらしてください。そして私たちの映画企画陽光の木の下でですね、こちらの公式ウェブサイトがオープンしましたので、ぜひこちら皆さんご覧ください。 よろしくお願いいたしま す, お願いします。はい、YouTube の方に予告編もアップしてますので、よろしくお願いいたしま す, お願いします。はい、そして、そうですね、この平和のシンボル陽光桜をテーマに、作った陽光の木の下でという映画ですが、Facebook 内にあります、陽光の木の下でという専用サイトもありますし、私ゆめるのあかね座ゆめるプロジェクトというページがありますので、そちらいいねを押していただければ随時情報更新アップしてますので、よろしくお願いいたします。世界中に5万本以上寄贈された平和のシンボル陽光桜、悲しい誕生秘話があるんですが、この誕生秘話、悲しい誕生秘話を、テーマに私ゆめるが作詞作曲したステイ桜の花のように、徳間ジャパンから絶賛発売中です。カラオケ、ダムなどでも配信されてますので、ぜひ
歌っていただけたら嬉しいです。 CD の中には譜面も入ってますのでよろしくお願いいたします。渋谷にありますタワーレコードですね、3階の J-POP コーナー茜ザイメルの札のところでも絶賛発売中です。よろしくお願いいたします。平和のシンボル陽光桜の私茜ザイメルの音楽プロジェクトの記事が、新聞各紙そしてメディアでも、掲載、報道されました。そうですね、地元香川県の四国新聞、そして愛媛新聞、そして産経新聞新潟版愛媛版、インターネット版産経ニュースの方では私ユメルの平和のシンボル陽光桜についての記事が配信されています。アグネスチャンさん、世界的な歌手のアグネスチャンさんもいろいろと平和の活動をされていますが、アグネスチャンさんと私ユメルトで平和と陽光桜についての対談を行った時の記事も配信されています。アグネスチャンさん、そしてスペースユメルで茜ザイメルで検索していただければなと思います。教えてグーウォッチのウェブサイトの方では私茜ザイメルが専門家として皆様のお悩みにお答えしてます。ぜひそちらもご覧いただければなと思います。詳しいことは私茜ザイメルの公式ウェブサイトの、記事紹介のページのコーナーでご覧いただけます。そしていろいろと映画主題歌も、担当させていただいてます。2014年公開映画長澤直さん主演の柔道ガールズ、こちらは主題歌キャリーオンを起用していただきました。そして2015年公開映画ホワイトウィザード、こちらは光を主題歌に起用していただきました。どちらも DVD も好評発売中です。そして2016年の公開映画押見亮さん主演、映画明智久の一忍法外伝ですね、こちらも主題歌担当させていただいて、望月千代美役で女優としても出演しています。そして YouTube の方では私ユメルのミュージックビデオがたくさん公開されています。ぜひ光とかですね、気分はしろるとかですね、いろいろと見ていただけたらなと思います。最新曲ステイ桜の花のようにも、陽光桜の並木のところで、撮影した PV の方、はい、ご覧いただけますのでよろしくお願いいたします。私茜ザイメルの情報はホームページブログなどで随時更新中です。そしてもう一つ、映画デスノートでおなじみの金子修介監督の原作の初の恋愛小説夏休みなんかいらないがウェブドラマとなっているんですが、 YouTube バップ公式チャンネルでご覧いただけますが、その夏休みなんかいらないの挿入歌として今エンディングでもお届けしてます、私ユメルのキャンドルライトが起用されてますので、そちらもぜひご覧ください。もろもろは茜ザイメルで検索をしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、私たちの、はいはいはい、私たちの東恩市の、はい、舞台の、はい、陽光桜テーマの陽光の木の下で、はい、いろいろこれからも地元の方でもね、東恩市、はい、上映していただけたらなとも思ってますし、はい、いろんな映画祭でも、うん、多くの人に見ていただきたいですよね、うんうん、ですよね、はいはい、じゃあそのちょっとこのモナイズラウンジを閉める前にですね、はい、10分間、はい、素敵なコーナーをお届けしたいと思います。ゆうゆう音楽散歩のコーナーを10分間お届けして、そしてまたご挨拶させていただきます。ゆうゆうさん音楽散歩のコーナーです。ゆうゆう音楽散歩のコーナー、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は素敵なはい、リサさんがですね、はい、はい、大沢健さんがいらしていただいて、はい、はいはい、間近で見るとすごいイケメンで、はい、ハートマーク出まくりでした、はいはい、出まくりその当時ね、80年代後半から90年代にかけて、はい、宮沢りえさんの、ね、はい、映画とかドラマでも活躍されてましたけれども、はい、なんといっても同じ観光大使つながりということなんですよね。ですよ、はい、はい、結構足も運んでらっしゃるそうで、地元の方にもね、そうですね、活躍されてるんですね、はいはい、まあ、日舞の会があるそうなんで10月に私もぜひ明日足を運びたいなと思ってるんですけれども、はい、なんといっても私たちの映画、陽光の木の下で、はいはいはい、私茜ザイメル初監督作品ということで、はい、東恩市の方でも上映会、うん、いろいろ考えていただいているので、うん、決まり次第発表したいと思いますが、うん、公式ウェブサイトがオープンしてますので、はいはい、ぜひそちらもご覧いただいて、はい、ツイッターもありますので、はい、ぜひ拡散とかフォローしていただけたらなと思います、はい、
まあ、あなたからの応援がすごい必要なので、はい、ぜひ応援してください、はい、よろしくお願いいたしま す, いします、はい、ではこのエンディングはですね、この陽光の木の下での挿入歌ともなってます、高岡正明さんの半生を描いた私ユメルのじゃあ桜という曲ですね、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。ここまでのお相手はあなたの心をわしづかみ役者の鷲見亮と戦国武将の末裔役者の免城ひろみと、はい、モナイズラウンジのオーナーことシンガーソングライターの茜澤ゆめるでした。エンディングは桜をお届けしたいと思います。それではまた来週。日の光を浴びて世界中に咲き誇る陽光桜、その命私は忘れない。私は信じていた、負けない国だと。だけども間違ってた、教え子が知っていた。その後もその後も帰らない知らせが途切れずたくさん届いた。私はむせび泣いた。綺麗に集合写真、子供たち一人一人の面影思い出し、できることなら一人一人をこれからも見守っていきたい。
日の光を浴びて世界中に咲き誇る陽光桜、その命私は忘れない。私は信じていた、負けない国だと。だけども間違ってた、星援護が散っていた。その後もその後